この岩は俺の予約席だってばよ。五代目おかげナルト様だ。またナルトか。いたずらばっかりしやがって。今度は自分の顔を描きやがったか。なんちゅう罰当たりだ。まったく、あれでアカデミー卒業したんですって。この葉隠れの忍びも落ちたものだわ。大丈夫なのかしら。だって本当はあの子。ちょっとそれより先はキンクよ。あ、ごめん。うっせんだってばよ。ようやく卒業できたというのに何バカなことしてる。だからその最後に卒業記念にと思ってさ。今から落書き全部消してこーい。いやちはい、まったく、これから下人になるってのにお前の今後が心配だよ。心配すんのは今日で最後だってばよ、イルカ先生。見ててくれよ。これから頑張って頑張って、俺は絶対ほかげになってやっから、そんで先代のどのほかげをも超えてやるんだ。ナルト、何言ってんだ。おかげってのはそう簡単になれるものじゃないんだぞ。まあ見てろってイルカ先生。どこからそんな自信が出てくるんだ。おーし、頑張るぞ。やれやれ。火の国は木の葉隠れの里。そこに渦巻きナルトという一人の少年があった。赤子の頃に両親を亡くし、そのうちには九尾の妖子を封じられた身ではあったが、自身の夢であるほかげの座を目指し日々里を駆け回っていた。時が経ち、アカデミーを卒業したナルトはライバルのウチハ・サスケ、そして憧れの春のさくらと共に隊長畑カカシがまとめる第7班への所属が決まる。ついに忍びとしての毎日が始まるはず。まずは忍びとしての力量を測るため、カカシはナルトたちをサバイバル演習場へと呼び寄せるのだった。まあ、これはお前たちの力量を測るためのものだ。勝ち負けが問題じゃないよ。足を引っ張るなよ、うすらトンカチ。てめえこそ俺の足引っ張んじゃねえってばよ、サスケ。戦闘開始。うわっ！
よっしゃー、どうだ、これが俺の実力だ。カカシを、そうしてナルトたちはこれまでのものよりも高ランクである C ランク任務の命を受ける。初めての C ランク任務に受かれるナルト。しかし任務先の波の国で忍び型の七人衆の一人桃地ザブザとひょうとん使い白の襲撃を受けてしまう。初めて目の当たりにする生と死をかけた戦い。格上の白を相手にナルトとサスケは苦戦を強いられるが、油断すなよウスラポンたち。僕は僕の目的のために、君、クソ、絶対に負けねえ。戦闘開始。よたまるか。前線するナルトたち。均衡は次第に崩れ、ナルトたちは白を押し始めていた。同刻、畑カカシは桃地ザブザと激しい戦いを繰り広げていた。共に数多くの戦場を経験してきた者同士、何者も踏み込めぬほど周囲は緊張に包まれ、両者の意志と技が幾度も交錯していた。一瞬の隙すら許さぬ戦いがそこにあった。そろそろ決着をつけようぜ。なあ、カカシ。悪いが、ここからは本気で行かせてもらうぞ、ザブザ。戦闘開始。最後だ。来キン将来神。水道の術、無駄だ。で最後だ。遅い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 
で最後だ。大キング総雷神。ザブザ、お前じゃ俺をやれないよ。緊迫の戦いは次第にカカシが優勢に運び始めるが、ザブザの雇い主ガトーの裏切り行為により激闘は突如終結する。ザブザは命を落としてガトーとの決着をつけ、そして任務をやり遂げたナルトたちは大きな成長を見せ、それを感じ取ったカカシは3人を10人試験に推薦する。筆記、巻物争奪など様々な試練がナルトたちを待ち受けるが、何事にも折れぬ強き意志を持ってついにナルトは本戦出場を勝ち取るのだった。本戦は選び抜かれた者のみが出場できる戦いの場。その場に立ったナルトは下忍最強と謳われるヒューガネジと1対1の勝負を行うことになった。どうあがこうと運命には逆らえない。お前は俺に負ける運命だ。絶対勝つ。戦闘開始。方の予想を裏切り、渦巻きナルトはネジを下し、その手に勝利を収めた。まさに荒れる中忍試験本戦。しかし、さらなる混乱が
会場を包み込んだ。音隠れの里長オロチマルの襲撃、そして同盟国砂隠れの裏切り、二つの混乱がこの葉崩しを起こし、この葉隠れは瞬く間に戦場と化してしまう。各地で悲鳴と煙が立ち上る中、この葉の忍びたちは懸命に戦った。そして物見櫓の上でも命を懸け、この葉のために戦う者があった。歴史の風はこの私が操る。オロチマル。サルトビ先生、またあなたと戦えるなんてね。かつての弟子だとて、忍びの世を乱す者は絶対に許さん。戦闘開始。末オロチマルは致命的な傷を負い、この葉を撤退するも、この葉もまた大きな犠牲を払っていた。戦況は次第に収束へと向かい始める。しかし里より離れた森の奥では未だ激闘が繰り広げられていた。渦巻きナルトと砂隠れの忍びガーラ、二人の戦い。ガーラは己の存在意義のために、そしてナルトは大切なものを守るために、互いの信念を胸に両者は激突していた。俺は俺のためだけに生きる。お守るべきものがあるんだ。だからお前には、お前だけには絶対負けねえ。戦闘開始。
暴走。奴にも負けねえ。死力を尽くしたナルトとガーラの激闘は、己を信じ大切なもののために戦ったナルトの勝利で終わる。ついに木の葉崩しは幕を下ろし、里には静けさが戻った。しかし騒乱による被害は大きく、この葉は新しい火影の選出が急務となる。一方、世の裏では謎の組織が動き始めていた。暁と名乗るその組織は、ナルトの中にある九尾を狙い里に襲来。いち早く異変を察知したカカシたちは彼らの迎撃に向かうが、そこに立っていたのは予想を超える二人の忍びだった。一人は S 級犯罪者、霧隠れ忍び型の七人衆の星垣キソメ。そしてもう一人は元木の葉隠れの忍びであり、内葉一族を滅亡させた者、内葉サスケの実系内葉イタチであった。共に深淵の底を歩む者、脅威の力を有する二人を前に、カカシたちは邪魔をするのなら消すだけです。イタチさん、さっさとやってしまいましょう。こっち見てやるぜ。援護は任せて。一瞬の油断が命取りだ。気をつけろ、アス。戦闘開始。で最後だ。魔導士。で最後だ。大キック。ソーライシン。あれ。行くぞ。遅い。ここは楽だ。横断の術。ここ。魔導士よし。ここは魔導士。いけるぜ。続きまして、こっちは。で最後だ。遅い。ほとんど追いつけないよ。ここは若く行きますよ。行けるぜ。私の番よ。続きますね。こっちだ。
進。なんてやつだ。これが真のシャリンガン継承者の力なのか。カカシたちは暁を退けることに成功するが、イタチ出現の方は弟の内葉サスケの耳に入ってしまう。一方その頃、渦巻ナルトは次のホカゲ候補であるツナデという女性を探すため、新たなる死ジライアと共に里の外へと旅立っていた。続く二人の旅路、その途中とある宿泊施設で休息をとっていたナルトのもとに、その身を狙う暁が現れる。イタチとキサメの圧倒的な威圧感がナルトを襲う。何人も抗えない空間、緊張が張り詰める中、そこに一人の忍びが駆けつけた。その者こそイタチを狙い、イタチに恨みを抱く弟、内葉サスケだった。サスケ、今の貴様になど興味はない。内葉イタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は生きてきた。戦闘開始。よせよ。シドリ、こちらだ。魔導魔だ。押せよ。こっちだ。くらえ。押せよ。魔導そら、魔導これでいい。魔導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 シドリ。イタチを。怒りに駆られたサスケはイタチと互角以上に戦ったかのように見えた。しかし攻撃は次第に見切られ、そして同日によってイタチの前にサスケは沈んでしまう。緊迫の事態、それを抑えたのはジライアであった。ジライアの実力を知るイタチたちはその場からの撤退を余儀なくされる。ようやく静けさを取り戻すものの、サスケは意識不明に陥っていた。重体のサスケを救うため、綱での発見を急ぐナルトたちであったが、幸運にも
短冊街にて彼女を発見することに成功する。ところが綱手を求める者はナルトの他にも存在していた。この葉崩しで傷を負ったオロチマルとその部下ヤク、渦巻きナルトは二人から綱手を守るため毅然と兜の前に立ちふさがり怒りの目を向けるのだった。ナルト君、ガキはガキらしくさっさと逃げ出したらどうだい。俺は逃げねえ。お前は俺がぶっ倒す。戦闘開始。綱手のばあちゃんは俺が守る。格上の兜を相手に勝利を収め、かつての姿から想像できぬほど渦巻きナルトは大きく成長していた。しかしこれがサスケを追い詰める一因となってしまう。かつてその実力に雲泥の差があった二人であったが、ナルトは急速に成長しサスケに追いつこうとしている。自身の成長速度にサスケは焦りを感じていた。このままではイタチを撃つ力など手に入らないのではないか。兄への復讐、仲間とのつながり、さまざまなものを己の計りにかけ、結果ウチハサスケは復讐を選択し、力を得るためオロチマルのもとへと向かった。たとえその身が闇に落ちたとしても、それがサスケの道であった。だが、その行動を止めようとする者がいた。サスケにとって最も親しき友、渦巻きナルトであった。必死に、ただ必死にサスケを追うナルトの前に、音隠れより放たれし忍び、キミマロが現れる。オロチマルのためにナルトを足止めするキミマロに対し、焦り、怒り、幾十もの思いがナルトの中に渦巻いていた。ウチハサスケのもとへは行かせない。彼はオロチマル様の器となるものだ。俺の邪魔をするんじゃねえ。戦闘開始。ズマキ
助、待ってろ、お前を生かせはしねえ。君丸を押さえた渦巻きナルトは先へ先へと進み、そしてその足は轟音響く渓谷、終末の谷へと立った。目の前に見えるはライバルであり、最大の友であるサスケの背。力に魅せられ、もはや以前のサスケとは異なる雰囲気に包まれた彼を前にしても、ナルトはつながりを叫んだ。しかしサスケの心につながりはすでになく、ナルト、言葉はない、言葉はもう通じない。渦巻きナルトは力ずくでも連れ戻すために歯を食いしばり、拳サスケへと挑んだ。俺はオロチマルのところに。あいつはお前の体を器として欲しがってる。そんなところに行かせられっか。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。できやしねえってばよ。力ずくでも連れ戻す。戦闘開始。ツーマーキー流れるサイバーロマキー食い上がれ。Yeah!
け。衝撃が渓谷を揺らす。渦巻きナルトとウチハサスケの戦いは静まることはなく、ただ激しさを増していく。友をつなぎ止めておくために、そして友とのつながりを断ち切るために、ナルトは九尾を、サスケは樹陰を、両者は禁断の力を解放する。まさに死闘、決着の時が迫る。ロジマルのところには行かせねえ。ナルト、お前も特別な力を隠し持っていたようだ。だが俺はお前以上に特別だ。お前は絶対連れ戻す。戦闘開始。空が闇に包まれようとしていた。悲しみと怒りを含んだ空が互いに傷つき、体に力が入らなくとも
その意識だけは相手に向けて。長きにわたる二人の決着がついに。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ひどい。ガセンガン。なんだってばよ。だ、エロ仙人。いや、相変わらず傷の治りは早いようだの。え、ああ、うん。サスケはダメだったようだな。修行？ああ、これからわしの弟子として3年間でお前を一人前に育て上げる。じゃあこれでまたサスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。サスケはあいつを連れ戻してやるとか思ってんならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるのか。今のお前のそのありさまを見てみろ。これは遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断や選択をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃこの世界生きづらいのが現実だ。分かったよ。賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。一人でももっとすげえ術編み出してサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。バカはバカでも大バカだったらなんとかなるかもな。退院したら覚悟しとけの、この大バカもんが。じゃあの。わっ！今日立つのか。うん、そうか、少し長旅になりそうだな。うん。そろそろ行くぞ、ナルト。おう、じゃあ行ってくるってばよ、イルカ先生。ラーメン代は出世払いね。たく。
頑張れよ、ナルト。見ててくれ。